南海線の、住吉大社駅に来ております。南海住吉大社駅の東隣に住吉公園駅、阪海電車の住吉公園駅がありました。今も、汽車はそのまま残っております。ちょっと駅舎の中入れそうなので入ってみます。中へ入ってみます。6年前ですか、に廃線になっておりますね。廃線のこれは駅のホームだったところですね。駅のホームだったところが、まあ、駐車場になっております。隣は南海線ですね。今電車が住吉公園駅に到着しています。公園、駅のホームだったところは今駐車場になっております。ちょっと入れるので行ってみます。住吉駅までの200メーターほどの距離を、ここ住吉公園駅から結んでおりまして、ダイヤモンドクロスですね、線路が交差して安倍の、天王寺方面ですね、天王寺方面や恵比寿町方面に向かっておりました。こうですね、ここから。で、当時はですね、朝のみの、この駅からの出発運行が、なされてたようですね。向こうが住吉大社ですね。で、こちらが、先ほどから来ておる、住吉公園駅ですね。で、こちらを、ここが今空き地になってますね。線路が通って、で、ここでも駐車場になっておりますね。ちょっと通れそうなので通ってみますね。その昔線路、支線だったということをご存じない方は、なんといういびつな形の駐車場だというふうな印象をお持ちになられるでしょうね。住吉駅ですね。住吉駅に来ます。ここ前は、まあ、線路が、走っておりまして、ここで、交差するダイヤモンドクロスですね。があったそうです。もう、支線が廃止されて、その線路 も当然撤去されております。住吉駅ですね。住吉の電停ですね。住吉大社前の電停から本当200メーターほどですか、すぐ近くですね。でこちらがまっすぐ行くと、天王寺駅前方面ですね。天王寺方面。でこちらがこれまっすぐ行きますと恵比寿町方面ですね。阪海本線ですね。でこちらが上町線ですね、になります。Thank you.